ははいどうもこんにちは森本ですじゃあ今回も頂い,いた質問に回答していくんですけれどもえいた,だいた質問が初めててて車車をを購入ししようと思って安いい軽自動車を探していますえ平成26年式で走行距離19万キロ車体価格が21万円でまた別の店舗では23年式12万キロ車体19万円どちらもミラーイースで4区車検は同じぐらい残ってますとでまあ総額も同じぐらいです でえー、21万円の方は、えー、走行走っている割にはエンジンの調子がいいと店員さんに言われましたで、まあ、また店員さんも親切で評判がいい中古車屋さんですで19万円の車はダイハツでエンジンオイルを交換した記録とエンジン内部を製造で、えー、清掃かエンジン内を清掃した記録がありましたと、えー、しかし店員はまああんまり良くないなという感じがしましたと で、この場合年式取るか走行距離取るかそれとも両方やめて他を探した方がいいか迷ってます、えー、店員に確認した方がいい点や車を買う上で何か見ておいた方がいいポイントとかありますかという質問を受けましたんでこれに回答していきますさあ中古車選びなんですけれども、えー、これは僕も過去に何度かお話ししていると思いますがこれはもう何度もお話ししていこうと思います、えー、まずですね この安い車を買うということはどういったことなのかということをしっかり認識しておくこれが一番大事になってきますで、えー、僕調べてみたんですが、えー、グーネットで調べてみるとミラーイースの4駆、えー、相場の平均が65万円と、えー、出ておりましたで質問された方はですね大体いい20万円前後であその、まあ、迷われているということですので相場よりはかなり安いということが言えると思いますで この相場より安いってことはどういうことかっていうことをしっかり理解していただかないと後々トラブルの元となります。で、安いってことはもう当然の話なんですが何かあるから安いんです。そんな車、えー、バーゲンセールしているわけじゃなくて何かあるから安いんですね。まあただ今中古車の値段上がっている時期ですから。で、例えばその要因としては年式が古いとか。 で走行距離が結構走ってるとかで何か不具合がある、うん、なんか状態が悪いとかね車の状態が悪いとかそして訳ありということもありますよね事故、えー、車であると、うん、水没車であるということもありますよね、まあ、そういったことが考えられますで今挙げたことなんですけれどもこれって全てリスクですよね どれを取っても後々不具合が出る可能性がありますよというリスクを潜んでえリスクがあるということになりますでそのリスクをですねもう僕何回も言ってるんですけれどもこのリスクを肝に銘じておいて中古車というものは購入する必要があると思いますでその僕自身が例えば車屋さんに行ってで中古車を選ぼうとしますよねで選びましょう で僕が選んだとしてもなかなか見極め見極めというのが難しいというところがあります。本来だったら、えー、リフトを使って上げて。えー ちょっとバラしてですね足回りだったりブレーキ回りだったりそん,なものそんなものがです、ね、点検できればいいんですけれどもなかなか中古車屋さんでそんなことできないですよね中古車屋さん行って、えー、リフト借りてそのバラすってことは、まあまあ、基本できないですよねなのでその僕が見たとしてもその100%このあこれはいい中古車中古車だなとかそういったことを見極めるとなかなか難しいんですねなので そのリスクというものは消えないものだということを念頭に置いて車を選ぶ必要があると思います。で、それを踏まえるとですね、その購入した後ですね、そのアフターサービスを考慮して購入するという方法が一番いいんじゃないかなと思います。で、最初におっしゃったお店の方が、その店員も親切で、評判がいいということですので、 まあ僕だったらその支払う金額一緒ということであれば、まあ、そっちのお店を選ぶんじゃないかなと思いますねでそのやっぱりトラブルの原因ってコミュニケーション不足というものも大きいんですねなのでその親切に対応してくれるということですのでそのコミュニケーションは比較的取りやすいんだと思います まあ僕,はまあ、僕がどう思うかちょっと分かんないんですけどもまあコミュニケーション不足に陥りにくくなると思いますのでその親切に対応してもらえるお店,お店でしっかりお話を聞いて説明を受けてリスクもですねきちんと説明してもらった上で購入すればいいんじゃないかなと思います。あの年年式式とか走走行行距距離離ってあくまでで参考なんんすねももちろん年式新ししければいいし走行距離も まあ、あんまり走ってない方がいいんですけれどもやっぱりそれだけでではは決めることはできません、えー、走行距離なあの結構走っていてもその前のオーナーがしっかりメンテナンスする人だったら、まあ、特に問題ないなと思いますし。 仮にそのあ逆にですね年式新しくても,もうオーナー前のオーナーがもう全然車にそのメンテナンス、えー、興味なくて全くやってない人だったら当然新しい車ですけれどもエンジンの内部がえ汚れていたりとか、えー、傷んでいる可能性もありますよね。なのであくまで走行距離だったり年式は参考ということで見ていただきたいと思います。 であとですね車を購入したら信頼できる車屋さんでメンテナンスしてもらうまあこれは当然ですよねそろしてもらえればですね長く乗ることできますのでぜひ購入したら信頼できる車屋さんを見つけてくださいはいというわけで今回は中古車選びのポイントについてお話しさせていただいたんですけれどもまあすごく難しい問題です、まあ、そもそもまあ皆さん当然ですけれども安く車を手に入れたいこれ誰もが思うことです けれども安く手に入れようと値段を下げていくとリスクもどんどん反比例して上がっていくんですね。リスクはどん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 上がっていきます。この見極めですよね。このいい感じのところで抑える。もうここはですね、もう誰もその絶妙なラインを踏むっていうのが難しいと思います。えー、ましてやね、まあ、車屋さんじゃない一般の方が、えー、自分の目利きで探すっていうのは非常に難しいので、まあそこを もうリスクとしてもう捉えて選んんでいいくしかないと思うんですよ、ね、まあその車に出せるお金あるんだったら最初からもうちょっと予算上げて程度のいい車買ってると思いますでも多分質問して下さった方はその,そのなんていうかね最初にお金かけれる部分その車の購入費用に当てれる部分がまあそこまでないよということだと思いますので。 まあそ,こそこを言われてしまうと僕もリスク絶対ありますすよよとしか言いいうがないんですねやっぱり金額に反比例絶対しますんでもうそこだけ、えー、と理解していただくしかないですでもう僕も本当によく聞かれるんですけれどもあのー、なんていうか中古車選びで、あのー、程度のいいものを引きたいです、ね、程度のいい車に乗りたいですって言われたらですねもう予算上げてくださいとしか言いようがありません。 え購入する金額を上げれば基本的にえ反比例して予算上げればリスクも下がりますのでもうそれするしかないでリスクをもう完璧になくしたいのであればもう新車買いましょうとかえ新古車買いましょうとかいうふうにしかなりませんまあ新車でもねあのトラブル起きますんでね <laughs> まあ少ないですよもちろん少ないですけれども新車でもトラブル起きますんでもうそこはあの永遠えリスクとの 追いかけっっこだだと思ってください。でその購入する方がどこで妥協するかそしてそのリスクはあるんだともう割り切って購入するしかないと思いますので、えー、まあ僕がお話ししたことはな何にも参考にはならないと思いますけれどもそんなもんだと思っていただければいいかなと思いますさあちょっと後半話だらけてしまったんですけれども、えー、今回の動画は以上となりますままたた何か質問とありましたら この下の質問フォームへよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさようなら